なお現地は電気が止まっており、携帯電話等の通信状態も悪く、現地の学校とは連絡が取れない状況にあります。富山外国語専門学校によると、教員2人と学生合わせて23人の一行は17日に富山を出発し、来月13日に富山に戻る予定だ。今日は現地の学校で研修が行われ、地震が発生した時、学生らはこのビルにあるカフェテリアで就職を受けることを言っています。ビルの地震後の映像がこちら。建物から煙が上がり、ほとんど崩壊状態だった。引率教諭の一人が、瓦礫の中に埋もれていると、彼女の周りに、その状況についてはよくわからない、電気がついていない暗い中での話であって、父親がそこにいることは確認できる。の専門学校にかつて通っていた23歳の女性が現地に留学しており、親族らが連絡を取れなくなっている。1秒でも早く連絡が取れるようにトライしてくださいということで。